はい、こんにちは。はい、今日は緊急で動画を回しております。ちょっと YouTube らしいですよね。はい、ここに、ゼッケンがありますけども、ついに SSTR 出走でございます。本日は5月26日の、金曜日ということで、僕らは5月27日に出走するんですが、前乗りします。で、出発するところは伊良湖岬となりますので、伊良湖岬の近くのホテルに、前泊して、それから出走と。で、4時に伊良湖岬の駐車場に集合をして、5時に出発の予定となっております。さあ、SSTR ですが、僕は、YouTube をやっておりますので、まあ持っていくものがめちゃくちゃ多いんですよ。まず、ご紹介します。まず持っていくものですけども、絶対に必要なものがスマホなんで、今僕の奥さんがスマホで動画を撮影しているんですが、僕が使っているメインのスマホ、あとサブのスマホで、もう一個サブのスマホの3台を持っていきます。これはもし途中で雨が降られたりして壊れた場合に、予備が確保できるように3台を持っていきます。僕の奥さんも3台持っていきます。はい、次。はい、 YouTube ということで、いろいろのカメラがあるんですけども、まずインスタ360で、サブカメラの XTU というね、2万円ぐらいで売ってるサブカメラで、メインの、GoPro 8を持っていきます。で、こちらがインスタ360の、こうやって持つね、手持ちのスティックですね。これを使って、まあ千里浜の渚ドライブウェイのところからドローンで撮ったような、景色が撮れたらいいかなと思います。で、次、手袋。はい、手袋3つ持ってきます。まず、寒い時用の、暖かい用の冬の手袋、まあ、冬かな、まあ春先に使うような手袋と、春用の手袋と、夏用の手袋も3個持っていきます。これももし万が一雨が降られた時にぐちゃぐちゃになってもいいように持っていきます。さあ、あとはあれですね、電池類、こうモバイルバッテリーもね、こうたくさん僕用意したんですけども、これモバイルバッテリー3つ、これが普通の、GoPro の充電器と、録音機用のね、充電器 N ループですけども、これ持っていきます。で、さらにさらに、はい、充電のケーブル、それから、USB の充電の、充電できるね、こういうポートと、で、筆記用具、これも必須です。まあ、なぜかというと、こちらの、まあ、ルールブックの中に、このようにね、自分でいろいろとね、記載するところがあるので、こちらの記載するために持っていきます。さあ、あとはこれが、僕がいつも使ってる、音声を録音するためのね、 IC レコーダーになります。で、忘れちゃいけないのが、こちら、これブレーキのロックなんですけども、これがないと傾斜地に止めることができません。これがないことによってえらい目に遭いましたので、ちょっとまだ動画はね、作り途中なんですけども、まあそのうち公開すると思いますが、これ必須です。ブレーキロック、ね、で、あとは、工具、ね、六角レンチと、10ミリのレンチ、なんだろうね、ラチェットレンチと、こちらの、10ミリのレンチは持っていこうかなと思います。で、これ、ヘルメットのクリーナーかな、うん、で、これも持っていきます。で、当然のことながら、これは、雨具ですよね、雨具を持っていきます、ね、雨の、突然の雨のためにね、持っていきます。で、忘れてはいけないのが防寒着です。やっぱり今の時期寒暖差が非常に激しいので、防寒着ですけども、非常に軽いね、これゴルフ用のね、防寒着なんですけども、こうペラペラ、ものすごい軽いね、これくるくるくるって丸めて持っていくのと、あとはもうちょっとあったかい、これもゴルフ用のですごい軽いんですけど、これちょっと地味ですけどね、こういう軽いのを持ってってリュックに入れておきます。こんだけ軽いとね、全然かさばらないので、こちらを持っていくと。で、僕は、この格好ね、ジーパンに普通のフリースと、これが基本的な格好になりますので、これで いこうかなと、思っております。あと最後にこちら、カインズホームで買ってきた板切れですけども、まだ穴開けておりません。今から穴開けますけども、
こちらに紐をつけて持参すると。でこれは何かというと、チリ浜の砂浜はスタンドを立てると当然スタンドが沈み込んでしまってバイクが転倒する恐れがありますので、こちらを砂浜に置いてここにスタンドを立てるための端材でございます。これ30円で買ってきましたので合計60円です。まあ、こんな程度の、ね、ものです。じゃあ、早速ね、出走してきます。しかもこれね、出走する本当に2時間ぐらい前に撮ってるのでほぼノー編集で行きたいと思います。それでは行ってきますので、もしかしたら、皆さんとお会いできるかもしれませんけども、まあ気軽に声をかけていただいたらいいかなと思います。それでは、千里浜でお会いしましょう。バイバイ。はい、以上です。